2021年冬アニメでライトノベルがアニメで熱いということで、今回はアニメ化というと、まあ大体漫画からのイメージが強いんですけど、ライトノベル、いわゆる小説からも結構最近増えてるんですよね。小説と聞くとなんかこう堅苦しいとか、まあ活字が多くて、ちょっと読むには無理だなぁなんて拒否反応をしてしまいがちなんですが、ライトノベルはファンタジーや SF、冒険、恋愛などの要素をいくつか含んでいて、読みやすいのがライトノベル、略してラノベ。数多くのラノベがあり、どれを読もうか悩んだり、読むかも迷っているそこのあなたなら、アニメを見てからはいかがでしょうか。すでに春アニメは突入してるんですが、2021年冬アニメも多くのラノベ作品がアニメとなっています。まあ、全部紹介したいところなんですが、今回はその中から多くの人気アニメ化作品を誕生させてきた小説家になろう、この原作の2021年冬アニメを7本に絞ってご紹介していきましょう。まずは第1期アニメでも話題となったリゼロ。リゼロから始める異世界生活。リゼロは小説家になろうにて連載が始まり、後に MFJ 文庫から刊行が始まっています。なろう版は現在も連載が続いており、書籍版とでは設定などが一部内容が異なっています。書籍版から外伝や短編集も発売されており、アニメでは語られていないキャラの別の側面を見ることができます。リゼロは敵味方問わず結構魅力的なキャラが多いんですよね。考察要素も結構散りばめられていることから、アニメだけではなく原作小説を読むことでさらにリゼロを楽しむことができます。これは間違いないですね。リゼロアニメ2期は分割2クールで放送されていて、導入として3章ラストから入り、原作4章へと続いていきます。アニメでは大ボリュームの4章をじっくりとスローペースで描いている印象で、4章は原作10から15巻に当たります。主人公夏木すばるはある一つを異世界に転生してしまいます。そこからこうストーリーが始まっていくんですけど、この夏木すばるはですね、チート級の魔力や戦闘力などは一切付与されず、その代わりこの世界で何度死んでも決まった場所まで自動的に戻ってやり直すことができるという時間を巻き戻すという不思議な特性を授かっています。そしてこの死に戻りがリゼロの最大の面白さであり、スバルがこの世界で生き抜くための唯一の処世術となります。この世界でこのスバルはですね、自らの非力さを理解し、数え切れないほどの死に戻りを繰り返しながら、目の前の難解や問題や勝ち目のない戦いに挑んでいきます。スバルは多少器用さを持ち合わせつつも、知力体力ともに標準レベル、しかし行動力と想像力がずば抜けて高く、時には泣き崩れたり絶望しきってしまったりを繰り返しながら点と点を結びつけ、少しずつ真相に近づいていく、そんな感じで構成されています。結構見てて面白いですよね、リゼロ。皆さん読んだことありますか？あとアニメも結構面白いですよね。なかなかいい声優さん使われていて結構面白いなと思います。アニメ第2期後半ではスバル2期前半で残された課題をどうクリアしていくのかが見どころなため、前半もぜひ見てもらいたいなと思います。第2期ラノベ第2期前半、転生したらスライム叩け。小説家になろうで連載されていて、作品の大筋のプロットとして大幅に改訂したものが GC ノベルから発売されている書籍版。シリーズ連載書籍の累計発行部数がなんと2000万部超え、すごいですね。内容はというと、サラリーマンであった三上悟がある日通り魔に刺されて死んであります。そして気がつくと転生しスライムになっていた、こんな物語となっています。魔物の種族と仲間となり、得得したスキルを駆使しながら様々な問題を解決していくスライム創世記。最近めっちゃ増えましたよね、異世界転生ものって。でこの主人公はというと、RPG 最弱と言っても過言ではないスライムなんですよね。一期のアニメでは、地位向上編、鬼の騒乱編のように各章に分かれていてストーリーが展開しています。第1期では第4章のジーマ交流編、ここまで進んで第2期は5章の魔王覚醒編からスタート、そして第2期後半は7月スタートとなっています。その間知らない人はですね、見逃し配信や小説なんか見てはどうでしょう。これもおすすめなんですよね、転生した転生ですけど面白い。ハイファンタジーの先駆者的作品、無職転生。異世界に行ったら本気出す。無職転生も中世ヨーロッパ風の異世界に無職の男が転生し、転生前の知識や魔法を使って無双する、そういう物語となっています。小説家になろうの主流作品なんですけど、本作は2012年から連載されており、ハイファンタジー系の先駆け作品となっています。これはこの異世界で本気を出す。34歳童貞無職引きこもりニート男、ある日両親の葬儀の日に家から追い出された瞬間、トラックに轢かれ命を落としてしまいます。
目が覚めるとなんと剣と魔法の異世界で赤ん坊に生まれ変わっていた。前世の知識や記憶しかなく、前世のトラウマや後悔が転生後の主人公の人生に大きな影響を与えていきます。生前では本気で問題に立ち向かえなかったため、大きな後悔を残したまま転生した後の主人公は転生後も厳しく苦悩の多い人生を歩むこととなります。そのため壁にぶつかるたびに生前を思い出し、自分を戒め折れそうな心に鞭を打つことで自分や友、そして家族を守るために今度こそ本気で奮闘する、さまざまな人間との出会いで過酷な冒険と戦いながら新しい人生が動き出す。これも結構面白いんですよね。なんかイメージ的にはこう転生ものってこう転生が有名かなと思うんですけど、この作品も結構有名なんですよね。先駆者的なもんなんで、ぜひ一度お時間があったら読んではいかがでしょうか。もしくはもうちょっと一気終わってしまったんですけど、アニメもやってましたね。ぜひ見てはいかがでしょう。なかなかの癖強、回復術師のやり直し、残酷な描写や癖の強い性描写が多い異色の作品となっています。あまりにも内容が濃いためですね、一度小説家になろうで連載していた内容を削除し、修正後再度更新しています。癒しの勇者として素質に目覚め、勇者たちとの世界を救う冒険の旅に出ることになった少年ケアル。しかし戦闘力のない回復術師には勇者たちにその能力を搾取され、虐待を受ける日々が待っていた。自由と尊厳を奪われ、自我すら失いかけたケアルはある日正気を取り戻し、回復の真実にたどり着きます。回復はただの癒しではない、回復は世界を、人を根幹から揺るがす力。その真の力に目覚めてから扱う回復術はどれも斬新なものばかり。模倣改良改悪、略奪といったチート級の派生能力を駆使して地獄の日々の元凶である勇者たちへの復讐をしていくという展開が見どころです。また物語中にしばしば挟まれる名言の数々も注目。刺さる人には刺さるけど、えっていう人には結構えっなるんじゃないですかね。でも気になった方は見てはいかがでしょう。大人気ファンタジー小説、俺だけ入れる隠しダンジョン、希少な魔物やアイテムが大量に隠されている伝説の場所。就職口を失った貧乏貴族の三男ノルは幸運にもそのダンジョンの入り口を発見します。強力なスキルを持つ主人公ですが、スキルを行使するためにはポイントを貯めなければならず、ポイントを貯める方法として、まあ、少し特殊でですね、女の子とちょっといいことをしなければならないなど、なかなか面白い作品ですね。読みやすく、活字に苦手意識を持っていても読みやすい作品となっています。メンタル最強女子、雲ですが何か。このライトノベルはすごいですね。2018年で単行本ノベルズ部門第2位、2020年12月時点でシリーズ累計発行部数が300万部を突破しています。タイトル通り元人間だった主人公の私は雲として転生します。それこそ世界に生を受けるところからスタートになるので、人間としての頭脳は残ったままであっても体は病態なので、初めは結構無力。しかしそんな非力な状態で人間社会とは根底からルールが違う弱肉強食の世界に放り込まれてしまいます。私は自分一人で食べ物や住まい、これを用意しなければならず、転生前は女子高生だった私が雲として生を受け、どう受け入れていくのか。ヒントはメンタル最強女子、そして人間としての知恵、尋常でないポジティブさで超格上の敵モンスターたちを蜘蛛の巣や罠で倒して生き残っていくというストーリーとなっています。アニメも結構面白いですよね。ぜひお時間があるときに見てはいかがでしょう。いや、長かった。最後の一本がアニメシリーズ6年ぶりの続編となる第3期ログホライズン円卓崩壊、王のママレ氏によるファンタジー小説、小説家になろう、2010年より連載スタート。その後増田昌司の監修で角川より書籍化されています。 MMORPG エルダーテイルをプレイ中にゲームの舞台に特知した異世界に囚われてしまった3万人の日本人プレイヤー、不安に駆られた日々によって秩序が失われた世界。主人公シロエはゲーム時代の仲間と共にギルドログホライズを結成、この世界の秩序を守るため行動を開始するというのが本作のあらすじ。やがてシロエたちはヤマトサーバー最大の都市行き場を占拠する有力ギルドのギルドマスター同士による自治組織円卓会議を立ち上げ、ここでの話し合いをもとにこの世界で平和に生きていく方法を模索することになります。またゲーム時代の NPC である第一人たちもそれぞれ意思を持って日々生きていることが分かり、彼らとの共存も円卓会議の重要課題の一つになっていきます。多くの登場人物たちの思惑が交錯する深いストーリー展開や、シロエの下で成長した新米プレイヤーたちの活躍など、なかなか見どころたくさん詰め込まれた魅力ある作品となっています。第3シリーズは平和のために作った円卓会議が大手ギルド
オネスティのリーダーであるアインスが抜けることで円卓が崩壊することがメイン。当然平和のために作られた存在がなくなることで再び争いが始まる予感がします。そしてオネスティが第一人と冒険者が一緒に暮らしていくという指摘をもとに独立宣言をしたことでみんなの考えが変わっていく、まあ、こういうストーリー展開となっています。いかがだったでしょうか。ラノベに興味を持ったらぜひチェックしてはどうでしょう。結構面白いと思いますよ。ということで今回の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。リクエストがあればコメントお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあ。